けまして、おめでとうございます。わーい、わい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 。さあ、ということで、司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして、そして乃木坂ちゃんです。わーい、わいわいわい、わいわいわい、わいわいわい、いっぱいいるね。カチャ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 、びっくりニュースです。さあ、2022年でございますね。わー、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いしま す, いします。ということで、日村さん、本日やる企画お願いします。2021年を振り返ろう、 B 級ニュース大賞。大賞、大賞。昨年も様々なニュースを世間に提供した乃木坂46。その中で人知れず巻き起こっていたメンバーのごくごくちっちゃなニュースを紹介します。まずは1月から3月の乃木坂 B 級ニュースは、鈴木隣人が引っ越す、アスカ日村まみれになる、林真打におごってもらう、柴田我が子を溺愛、え、山下感謝祭で優勝、田村ピノで星2つ、カキ族いとこが可愛い。以上、1月から3月の B 級ニュースでした。さあ、じゃあ最初の、あ、鈴木、はい、はい、これ前もありましたよね、なんか隣人のリモコン動向ってやつ。そうです、電気が勝手に消えてしまう問題があって、1月に引っ越しされたんですよ。隣が、いや、なんで拍手なの。リモコンじゃあこれでも大丈夫だ。次の隣人23時に就寝することが判明しました。で、引っ越した後も電気勝手に消えんの。はい、勝手に消えます。それってなんか違う理由じゃないかな。やめてくださいよ。いや、でもだから隣人は関係ないんだよね。だから誰が来ようがね、うん、リズムは変わったので。そうか、前の人とは変わった。前の人の方がもう少し早く寝ていました。そっかそっか。じゃあやっぱ隣が消すと消えるのかな。それかもう鈴木の部屋のそこの電気を変えちゃえば。あ、検討します。それで解決だよ、マジで。すごい。それか鈴木が引っ越すから。じゃあ私が出ていくという形で。なんか話してるけどあの人心心にあらわれてる。いや、なんだろう。またなんか変化あったらお願いします。あ、わかりました。じゃあ続いての B 級ニュース、こちら。これ気になったよ。何、日村まみれって。何これ。あの、念願のバナナムーンに出させていただいて。あ、そうそう、リモートで参戦してくれて、ね、あれ1月か。この際だから言いたいことあるみたいな流れの時に、日村さんが工事中の収録の時になんかいつも変な顔をしてるっていう話をして、ちょっと一回やめてもらっていいね。工事中の時いつも変な顔してるの。セット変えますとか、ちょっとセット転換しますの時になんか変な顔してるなって思って。オフの時、カメラ回ってないところでの話。しかもそのリモートの時画面もつないでて、画面で見た日村さんもなんかずっと変な顔をしてて。おい、君さっきからただ悪口言ってるな。で、言ったら設楽さんが楽屋でもそうなんだよっておっしゃってて、楽屋で撮った隠し撮りね、隠し撮りがあるんだよって言って、見たいですって言ったらすぐにマネージャーさん通して送ってくださって。はいはいはい。あ、その時そうか。それでもうその瞬間私の写真フォルダがもう日村さんまみれになって。あ、そういうことか。なるほどな。あ、写真ある。あんの。これとかは稽古場ね、稽古でみんなで飯食って、離れて日村さん一人で飯食ってなんかニヤニヤしながら飯食って、なんかちょっと笑って、なんか一人で食ってんだよ。別に誰かと喋りながらご飯じゃなくて離れたところで一人でご飯食べてんのにずっとなんか超ニヤニヤしながら。まだある。あ、これは俺が稽古中にカプリコだっけ、あれ、はい、あの顔が出たんだ。お、珍しいと思って写真撮ったら奥で日村さんが。いや、これはネタの練習、ネタの練習。スマートフォンをお口に入れるっていうネタがあるわけ。入るかなの、入るかなをやってる。これはこれを撮ろうと思ってた日村さんが後ろでこう携帯食ってたから。まだあるの。まだある。こういうのは非常によくやる。なんだこれ。これ楽屋で何でもない時にパッて日村さん見たらやってたの。え、これアスカちゃんが全部持ってんの。じゃあ、あれ全部私のフォルダに入ってます。本当。また溜まったらじゃあ送る。ありがとうございます。じゃあ次いきますか。あら、怪しい。真打ちに奢ってもらったわけ。
ライブのリハーサル中に私が架橋と一緒にいて、うん、で自動販売機にその彼女がお茶を買いに行きたいって言って行ったんです、はいはい、そしたらそこに新内さんと飛鳥さんがいて、うん、でなんか飛鳥さんがおい金持ってんのかよお姉さんいるんだからあの出してもらえないよとかって言って飛鳥ちゃんが促したわけそうで、うん、私は自分のお茶持ってたんですけど、うん、それでせっかくだからって言っておごってもらって、うん、でそのお茶をまだ持ってます。あ、記念に？そうなんです。飲めなくて。あ、おえらい。全然飲んじゃいなよ。だっても気がついて。すごいな。おごってもらったの記念に。なんかそこで私初めて新内さんと喋ったので。あ、そうなんだ。なんかそれがすごい嬉しくて、で、もう飲めないと思ってずっとそのまま。感動じゃん。こんなに言ってくれるんだからなんか服とかあげたら？いや。あげてるんですよ田村とか牡蠣とかにあげてるんですけど一向に着てるとこ見たことなくてやっぱり着てないのいやすごい一番家の中にあるちゃんと木のハンガーにかかってるんですよああ他のやつより大事にしてるやっぱ大事にしてるでしょなんかいい匂いするんですよああだから着づらいというかまあだから林とかこの辺のメンバーにもだってお茶を取ってくれてんだよなんかいりますって思っちゃうんですよいるよねいるいる人後輩でほら、ねえひまさん細長いズボン欲しいよねさあじゃあ続いてこれなんだやばくないこれ私ですおあの我がいるの子供いやそれはまたわけやからなんかゆなちゃんが、はい、あの実家で飼ってるああココちゃんっていうワンちゃんがいるんですけどああワンちゃんねでワンちゃんを我が子のようにめでてる動画があってあ動画そういうことねそうなんです可愛くてちょっと我が子ほら見てな可愛い可愛いねいっぱいまばたきして可愛いね日向ぼっこちてるの可愛いねくぐた会いたいよ会いたいよねんねつてるのかな見てな嬉しいえこれはカキが撮ったの私が撮りましたああ、なるほど塩田ってあんな感じなのいや違います違いますちょっとイメージ違うねあこれかわいいあっチワワそういう一面あーかわいいねやばいまたぼっこいきてんのそういうニュースこのノリだもん B 級ニュースって ねメンバーの素の部分ってなかなかそう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 ファンの人も見れないから今のは見れないから本当に嫌です、うん、恥ずかしい恥ずかしいですそうかなあの携帯とか加えてるやつとかの方が恥ずかしいよねいやあんなめちゃめちゃ恥ずかしいんださあじゃあ続いてピノで星2つピノって誰、はい、あのピノなんですけど、うん、私アイスすごく好きで、うん、なんかよく食べるんですよ、はいはい、多分嘘だと思ってる方もいると思うので、はい、ちょっと写真もあるんで撮った、はい、あ撮った方がいいよあれこれ2個入ってるってやっぱすごいよねなんか確率が500個に1個ぐらいの確率 0.2% やばい、ね、らしくてそれを引き当てたのあれすごいじゃんそうなんですすごいんですわかる俺もだからあのカプリコで写真撮ったみたいなもんだよなあそうなんですよ、ね、いいよこれ出さなくて何すぐ出るようにせんだよこれなんかこういうのはあごめんなさいお何いいよいいよあのピノなんですけど去年1回食べて、うん、星2個とハート1個出ましたちょっと待って同じ箱の中にはいやべえ上回ってくるじゃんそれ写真撮った撮ってないですなんで撮んないんだよそれじゃあ本当かどうか分かんないえ星2個とハートあの母の誕生日の日にすげえじゃん母の誕生日も乗っかってんのはいそれやばい確率だね、あれこれも上回られたねほらでも写真がないので嘘の可能性も写真欲しいよなここな写真あるなしはでかいよなそうだよな俺も全部星が出たことあるんだけどあ写真撮ってないんだよ写真撮ってないんだよってことでな田村のやつよりもすごいのが出たすげえすげえでも田村ってなんかそういう感じだよなさあ続いてあこれいいなこれ、これいとこ前なんか画面見てたあの子あ、そうです、そうです。あの子かわいい子だよな。カキのことが大好きでな。そうなんですよ。その子のお姉ちゃんと、その子の弟も動画撮って送ってくれて。あ、じゃあちょっと見てみよう。見たい。いとこ。はるちゃん、頑張ってね。すごいね。あれ、この子が前の。あ、そうです。あ、ちょっとでかくなった。
かわいい。かきの器にして。おーい、めっちゃかわいい。いつも送ってきてくれるんです、何かがあるたびに。あ、そう、あ、そう、応援してくれてんだな。ちゃんとこう、こうやってたの。そう、こうやってグッてやつでしょ。グッてやつ。すごいね。すげえ話だな。右目、右、右、右。ナイス、ナイス、ナイス。 B 級も B 級だから。すごい。何？ここからは4月からの乃木坂 B 級ニュース。樋口、あやちゃんに PV を撮ってもらう。お、秋元、早口言葉の奥義を発見。清宮、ライブでやりすぎ。田村、髪の毛を13センチ切る。鈴木、日村に奢ってもらう。与田、もちおが虚勢。山下、アスカと被る。以上、4月から6月の B 級ニュースでした。はい、樋口。はい、あやちゃん、あやちゃん、はい、はい、あの以前廃品回収に日村さんがしてくださる企画で、私が あやちゃんに渡すはずだったお誕生日プレゼントを渡したの覚えてます。あ、このこいつな、大福切るみたいに日村さんをこれ切断しようとした。殺されるとこだったぞ俺。これそのお友達が10年ぐらいの付き合いになるんですけど、はい、あの映像制作会社っていうのかなに就職して、個人 PV っていう個人個人の特典映像があるんですけど、それをディレクター。え、樋口のやつをあやちゃんが担当した。そうなんですよ。すごいね。すげえ話だな。そうなんです。ずっと学生の時からふざけて、いつか一緒に仕事できたらいいねなんて言ってたら、割と早く叶っちゃって。え、あ、すげえ。そうなんですよ。今日はね、10年来の大親友あやちゃんと一日遊んだよ。じゃあ早速チマデート始まるよ。いい感じになりそう。この声で、あやちゃんがチマの名付け親だからね。そう、そこについてちゃんとね語らねばならぬです。すごいな、そっから10年で。そっか、友達みたいな距離感でどういう感じで撮ったの。ワイドショップ大好きなの。知らない。いいじゃん。なるほどね、距離感近い友達だからこういう内容で撮れたわけだ。楽しかったですね。なんか夢かなって嬉しかった。いい話。あだ名のちまっていうのはあやちゃんが最初に。そうです。中学で入学式に会ったその日に、今日からひなちまねって言われたんです。すごい関わってきてるね、人生にね。すごいね。しかもネックレスのあの時の子が。いい話。はい、B 級ニュースで。いや、これ B 級じゃないじゃん。ねえ、じゃあ続いて、はい、なんじゃこれ、あげる。はい。早口言葉の奥義。これはあの私が発見したんじゃなくて、ちまが発見したんですけど、右目、右耳、右耳、右目っていう早口言葉あるじゃないですか。でこれ早く3回言ったりすると結構難しいんですけど、あの卒業生の大園桃子ちゃんみたいな、ちょっと方言を混ぜたような言い方をすると言いやすいって発見したんですよ。大園桃子を下ろすと、右目、右耳、右耳、右目って言えるんですよ。あ、ちょっとポイントでしょ。右目、右耳、右耳、右目、ちょっとほんわり方言で言うといけます。ちょっと秋元やって。右目、右耳、右耳、右目。つかも遅くない？早くねえよ。全然早くないじゃん。大発見だったんですけど、これで、あの5月は盛り上がったんですよ。そう、分かる分かる。あのみんなも言えて、他のやつも言えんの。それよくなんかドラえもんが道具、ヘリコプターみたいなの出す時の。ヘリコプター出さない。ナイスナイスナイス。ヘリコプター、これに乗ればいいんだ。まあまあそうだけど、タケコプターでお願いします。タケコプターみたいな、 それだといろんな早口言葉が言いやすいっていうのがなんかあるらしいんですよ、もともと。ということで、ドラえもんを乃木坂早口言葉で試してみることに。ああ、これじゃあちょっと秋元、普通に、まず普通に言ってみ。普通、シャンションカス、新内、新州、シャンションソー。あ、言えない、全然ダメだ。じゃあちょっとドラえもんみたいに言ってみて。シャンションカス、新内、新州、シャンションソー。いや、遅いわ。まず遅いわ。すっげえ遅いわ。
言うよ。ちょっと日村さん、これドラえもんみたいに言える？シャンシャン怪獣新宇宙、新人ちゃんちゃんじゃん。遅いよ。いやいや、うじゃない、遅いよ、無駄って。何？遅いよ。何？遅いよ。遅いだけじゃん。モノマネはあるよね、ちょっとね、うん、だから志田さんも瀬川栄子さんとかでやれば多分いける。瀬川栄子さん遅くなるよ。まず普通にね、うん、右目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 、まあ、もうしょうがない、ね、全然しょうがない、これ普通だから、ね、でも瀬川栄子さんだって右目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 そうよ、言えんの、言えんの、瀬川さん遅いもん、瀬川さん遅いもん、言えんのよね。もうちょっとこれは B 級も B 級だった。まだまだ出るぞ B 級ニュース。続いていきましょう、こちら。テーマライブでやりすぎる、うん、何これ。これは私あの4期生で配信ライブをさせていただいた時に、はいはい、二度目のキスからって曲の振り付けで、二度目のキスから、あ、それです、それです。セイミアレイちゃんが明らかにやりすぎてるっていう。そんなに。セイミアといえばね、元気だけど動画である。どれがセイミア、あ、これか。全然違うじゃん。いや、春の愛ちゃんみたいになってる。どれだけ、こんなに違うの。え、つか、これはどういうことだ、セイミア。いや、これ本当に言い訳させてください。言い訳。これ、あの、4人で始まる前にもう思いっきりやろうねって話をしたんです。したんだ、うん、これはオリジナルの踊りに忠実なの。あ、そうですね。どっちかというと多分ヤクモちゃんぐらいが正解。そうなんです。開きすぎるとちょっとアイドルなのからちょっと下品になっちゃうから早くやろうねって言ってたのに、あの2人は明らかに開いてないね。架橋と黒目は開かなすぎるし、レイちゃんはやりすぎるで、私が一番正しいんですよ。確かにここで止められるとバカみたいだ。架橋に至っては開いてすぎる。確かに架橋、これ何、これどうして。架橋開かなすぎだろ、これ。開くぞと思って行ったんですよ、うん、どうして。自分の頭の中では0位ぐらい開いていて。嘘だろ、これで。やばい、開きすぎたかなって思って心配したんで。いやいや、開いてない。いやいや、閉じてるんですけど。閉じちゃってて。やっぱだからどっかにやりたくないんでしょ、このこれ開くっていうのが。え、わかんないですけど。ラジオ体操第2のあの感じの人だから。あー、女の子こうだった。うんこちんちんのところでしょ、ここ。ああ、でもたまにガンガンやる子がいるんだよね。それ方がセイミアなんだよね。でももうこうやって見ると俺はセイミアぐらいやってもらいたいけど。いや、待ってください、あの画像で止めるのめちゃくちゃ恥ずかしい。セイミアはだってもう歌も歌ってないじゃん。だってもうなんか手とかもイエイとかやってて。確かに、あれは何なの。マイクは置いちゃってるじゃん。これさ、こんなこれじゃん。こっちが振り付け。え、あの3人が歌ってて私は。これ何のところなの。あのサビ前でつったかたったった二度目のつったかたったなんだ。ノリオさんじゃない。そうだね。つったかたつったかたったったの、あの昔の西川のノリオさんのね。4人いてさ、3人が歌って1人がつったかたったったなんてことがあるんだ。もうこれはやらないと。もうやらないと。もうセイミアのものだよ。そうだよ、あそこ。じゃあ次、はいはい、田村。はい、切ったんです。おうおう。でも、うん、まあいつもこうバナナマンさんってこう、はい、みんなの変化にすごく気づいてくださるから、髪切ったのなんて言ってね、はい、メンバーなんかにはね。なんか以前こう筧さやかがちょっと切っただけなのに気づいてたじゃないですか。筧さやかなんかすごい切ったなって言ったね、うん、そう。そしたらなんかちょっとしか切ってないですって言ったのに、それ気づいてたんですよ、うん、私13センチ切ったのに何も言われてなくて。気づいてもらえるかなと思ったけど気づかなかった。ずっと収録中なんかいつ言われるかなと思ってこうドキドキしてたのに一回も言われたことなくて。13センチも切った。私もともと胸下ぐらいまであって、うん、そういう感じ。本当だ本当だ。投げすごい切ったな。言ったでしょ、さすがに。俺とか日村さん本当もう目回してくれませんでした。本当切った。本当に本当に切りました。ここちょっともうちょい切ったら思うと。本当ですか。多分ここの空間が開かないからだよ。うん、あと縛ってるイメージあんだよ。縛ってないし。もうその言い方が愛人みたいな言い方なんだ。縛ってないんだけど。ちょっとじゃあ今後見とくわ、はい。なんか変な感じになっちゃった。じゃあ続いてこれなんだ。うん、
はい、はい、何あのこのスタジオの1階に売店があるじゃないですか、うんうんうん、あそこで日村さんにお会いして、あ収録終わりだよね確かね。そうです、何でも買ってあげるよって言われたので買っていただいたっていう。ああそう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 なんです。何買ってもらったの。飲料とクッキーを、うんうん、いろいろあるから飲料ってでも言う飲み物って言う、まあ、飲料あの人だって本の世界の人だ飲料とクッキー、はい、飲料とクッキーね。日村さんがとろ巻き鉄火巻きみたいなの買っていらっしゃって、もう夜ご飯もうすぐなのよ。いいよあんま言わなくていいよその話は。いいよなんだよ買ってないよ。帰りに買ってないよ買ってないよな。帰る時、帰る時です。いやサラダ的なやつだろサラダ的なやつだろそれなあ。サラダ的なやつだろ。日村さんはそういうの禁止されてるから。そういうご飯、いや食べてない食べてない。ご飯の奥さん体のことを思って。いやだから食べてないってことよ。買ってた。確実に見ました、ね、サラダ。お前なんださっきから、お前なん敵かさっきから。いや見ました。だってこの時間にネギトロ巻き買う人いない。お前なんだお前なんだよそれ。いいんで買ってないんだよ。一回サラダって言ってよ。一回お願いだから。いや言わなくて言わなくていいよな。あとあと俺のことは呼んでるから一本のネギトロ巻きをあいつなんだよマジでよ。だから帰りまでになくなるものを買うんだよ。なんでそんなこと言うんだよ。おい大事件だぞこれ。俺からしたら言っとくけど。でも日村さんいけないよそれは。もうだから目撃した人は言ってください。この、いいからいいから。さあ続いて、これ余談なんだこれ。持ちようが虚勢。虚勢のやつ前もあったよな。そうなんです。2年前ぐらいに実家のヤギのゴンゾウが虚勢したっていうので、そのグロい写真をお母さんからこう、あそうこれなんだっていう。いやこれなんだこれなんだじゃないんだよ。なんか結構黒い写真が送られてきたんで。そうですそうです。今回は私が東京で飼ってるもちおっていうポメラニアの男の子が虚勢をして、私が写真を撮ってお母さんに送ったら、誰が虚勢したの気持ち悪いって。いやえそれをその虚勢したの写真撮って送った。写真撮って送りました。前回もらったのでお返しにと思って。あモザイクかかってんね。誰のって気持ち悪いで、お母さんも相当なの送ってきたもんね。ゴンゾウが虚勢した時は可愛いでしょっていう程度送ってきたんですよ、うん、その時可愛いとは思わなかったんですけど、いざなんか自分の子供みたいなものなので、うんうん、見ますかって言われて、うん、ちゃんじゃみたいなんですよって言われて、チルってなってるわけ、はい、うまそうだなと思ったわけちょっと美味しそうだな。どうしたさっきから一緒一緒なんで。この後アスカと山下の確執再び。山下、はい、なんだこれ、アスカちゃんと被る。はい、私去年とかに斉藤アスカさんに服がダサいってすごいこうあったな、ここで相当あったよな、個性的だって、革とかなっちゃうから、銀のバッグ覚えてる覚えてる、うん、まあ、やっぱり私 もうどんどん先輩になっていくので、うん、もう頑張って最低限の服は着ようみたいな感じ、うんうん、おしゃれにな、そうですよ、なって、まあ、いろいろこう新しい服とか購入したんですけど、はいはい、衣装部屋で自分の靴探してたら、もう一個隣に同じ靴が置いてあって、あれお隣の靴があるって思って、衣装さんに、うんうん、これ誰のですかって聞いたら、うん、斉藤飛鳥さんだったんですよ。ちょっとファッションリーダーと同じ靴履いてたの。そうなんですよ。ついに自分のセンスで飛鳥さんと同じものを買えるようになりました。やったじゃん、ついに。素晴らしい、よかったよかった。真似したわけじゃないもんな。真似してないんですよ。やったな、到達したな飛鳥ちゃん。100真似してます、ね、真似してないんですよ。いや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 、本当なんなら私の方が先に買ったんじゃないかぐらい。先に買った、ちょっと写真があるの。あこの靴です。ああこれはもうまあ定番っちゃ定番だ、まあ、そうなんです。マジなんですけど、でも一緒は一緒なんでまあな。でもいやこの靴の前からなんか私にすごい似たような服装してきてたし、うん、やっぱ本当おしゃれを極めたら飛鳥さんになるって私はそこで思ったのでなあ憧れてんだもん。やったな。もう山下だからダサいとは言わせない。全然後輩とかに洋服とかあげたいなと思ってあ今のところあげたりしてないの。ちょっとまだ自信が持てなくて山下がくれる欲しいと思うしてる。ほら山下よかったじゃん。本当ですか、嬉しい。ほら飛鳥ちゃんもうこんな存在になってる。ついにあの森ガール時代よりは、うん、マシになってますけど。森ガールだったんだよ。なんか森ガールみたいな人、ピチピチの革パンを履いてるピチピチの革パン路線は残してほしいよね。かっこいいじゃん、ね、ちょいちょい怒られてるのそんなことない。人とはちょっと違う感触これそうだ
さんが降りてきて弓木乃木坂工事中ブルーレイ第5弾は1月26日発売。それではくじを引きたいと思います。じゃん、ぶりっ子、チャンネル登録してよね。うん。